はいどうもこんにちは、ぼくくんゲームでございます。今回もね、ウィルアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。今回はですね、オバメヤン対策 CB は誰だということで企画の方をやっていきたいと思います。もう現環境最強 CF 裏抜け最強 CF 呼び声の高いね、まあ、PL オバメヤング選手なんですけど、まあ、この選手結構オンライン戦で見かけますよね。でリスナーさんからもオバメヤンが相手にいるときとかって、まあ、こちらセンターバックだどういう人したらいいですかと、まあ、どういうあとねどういう戦術とか対策したらいいですかっていろいろあるんで、今回はね、まあ、そういうどういうものを重視した上で、センターバック選ぶのかプラス、まあ、オバメヤンと対峙した時のねちょっと戦い方みたいなことを解説していきたいと思います。はい、じゃあまずですね、そのオバメヤンの噂のね、噂のというかもうみんな知ってますけど、オバメヤン選手の能力見ていきましょう。まずはね、相手を知ることからということで、まあ、身長まずあるんですよね、結構187cm。この身長であの速さはちょっとやばい。センターフォワードが一応適正。スピード瞬発力、オバメヤン97-96。ジャンプとね、ヘディングとか、これの高さもなんか空中戦の強さも結構あるんですよ、スキル。ラインブレーカー、まあ、これが異常に良くて、まあ、カーソルチェンジ難しいっていうところもあってね、アプリでまあ、猛威振るってるんですけど、相手をね、今知ったということで、センターバックのスキル、マンマークっていうスキルがあるんですよ。マンマークの、解説がですね、マークを外されにくくなるっていう感じなんですよ。オバメヤンってラインブレーカーでね、相手のマークを外して裏抜けるっていうのが得意なんですけど、やっぱり、マンマークっていうスキルね、ついてるだけでも変わってくるんじゃないかなと思います。マーク外しにくくなるんで、まあ、ドフリー状態。ドフリーで裏抜け状態っていうのもね、ちょっとはされにくくなるんで。CB のセンターバックの能力ですね。この後選手ご紹介するんですけど、どこを見て選んだかというね。ディフェンス能力はもちろんなんですけど、一番重要視するのはやはりスピードの部分ですね。スピードやっぱり速い選手っていうのは結構選んでます。スピードを重視。瞬発力も大事ですけど。そして、高さ。アメアン、もともと身長高い、プラスね、ジャンプ力だったり。ヘディング能力も高いんで、結構ヘッドでね決めることだったり、ゴールキックの競り合いとかでもね、オバメでヘッドでワンツーでそのまま裏抜けみたいなパターンもあるんで、そこで競り勝たないことにはねどうにもならないんで、まあ、そこも重要視してます。トツル選手って、まあ、皆さんいろいろいると思うんですけど、センターバックをねトツるのはありだと思いますね。これからご紹介するセンターバックの選手トツってね、まあ、できるだけオバメヤンに、負けないような環境づくり。独特のね、動画、最近皆さんからね、画像提供もらったりして出してるんで、まあ、有能センターバックもね、そこの動画の中に含まれてるんで、まだ、ご覧になっていない方はね、ぜひ、独特動画の方も、概要欄の方にリンク貼ってるんで、独特レベルマックスの、まあ、能力値だったりね、結構センターバックでやっぱり足も速くなりますからね、よければご覧ください。いろんなこと踏まえて、これからね、選手の方をご紹介していきたいと思います。まず一人目はですね、バイリー選手ですね。マンチェスターユナイテッド所属。この選手は僕、第二のクリバリって呼んでるんですけど、クリバリ選手のようなね、なんとも言えない取り方ね。なんかこう、ぐわってくる感じ。ぐわってこう、懐から入り込んでくる。まあ、数値ではね、なかなか、そんなにディフェンスセンスボロ出し系高くないんですけど、使用感としては抜群ですね。はい、なので、まあ、オーバーメヤン選手と対峙するときもね、もう、ボール入ったところでね、潰しちゃうというかね、先にアタックして、まあ、相手の出どころのとこでもう、戦うという感じですね。で、スピード瞬発もそんなに悪くないんで、まあ、並走した時とかもね、ちょっとはね、こう、最後のシュート際のところでブロックとかもね、間に合ったりもするので、非常に使いやすい選手かなと思います。お次がバラン選手ですね。レアルマドリー所属。まあ、僕もね、スタメンでこの選手は使ってるんですけど、本当に強い。これなんでかっていうと、まずですね、スピードがもうこれレベル30時点なんですけど、87ありますね。はい、その時点で。で、まあ、やっぱり、とつらせていくとですね、まあ、スピードも上がってきて、自分今レベル51ぐらいかな。確かそれで91ぐらいあるんですよね。基本的には並走の部分、オバメヤンとね、結構並んで、バラン後ろからちょっと追いかけていく感じになっても追いつくこともあるんでね。はい。なので、まあ、バラン選手も非常に強いかなと思います。次、スモーリング選手ですね。はい。バイリー選手を除く、同じく、マンチェスターユナイテッド所属。あんまり使ってる人見ないかなと思うんですけど、この選手 もう個人的に使用感としてはすごい抜群ですね。はい。まあ、身長がまず194センチと、まあ、CB の中でもね、ほぼほぼトップクラスなんですけど、それプラススピード瞬発も悪くないと。はい。ディフェンスセンスもあるし、フィジカルコンタクトもあって、まあ、バイリー選手みたいな感じで、
ね、懐に入り込むような取り方もできますし、結構フィジカル的にもね、お場面に負けないところもあるんでね、あの対策にはなるんじゃないかと思います。なんで持っててね、使ってないということでぜひ使ってみてください。はい、そしてお次が、もう皆さんご存知、カリドゥ・クリバリ選手ですね。もうこの選手は正直ウイレ2018っていうか、まあ、アプリでもね使用率ナンバーワン CB ぐらいありますよね実際ってぐらい本当に強いですね。まあ、能力だけ見ただけだと確かにフィジカルコンタクトがなんか飛び抜けて高いプラススピードがあるなっていうイメージなんですけど、あの使用感がめちゃくちゃ強いですよね。まず身長195センチから、このスピードで当たられるとね、だいぶオバメヤ選手でもさすがにね、あのよろけるというか、まあ、この選手は本当に強いですね。クリバリ選手はもう正直スタメン確定というかぐらいの勢いで、まあ、CB 使用率ナンバーワンぐらいもあるんでね、本当におすすめでございます。はい、お次がですねマノラス選手ですね。ローマ所属で、この選手は、まあ、結構僕も気に入っている選手の一人なんですけど、だいたいセンターバックの選手ってスピードが速いけど瞬発がね低かったりするパターンってあるんですよね。なので、ボールがねちょっとスルーパスが出た瞬間の反応のところ、まあ、トップスピードに乗るまでに若干時間かかるというか、そこの反応が遅れちゃってるけど、マノラスに関してはあのスピード瞬発ともにねもう80後半付近ありますね。これもなかなか、見ない感じのセンターバックですね。まあ、ナチョ選手がいるんですけどね、ナチョ選手もこんな感じ速いんですけど、やっぱ身長の部分とかフィジカルの部分でねオバメヤ選手に劣るかなということで、今回マノラス選手ですね。はい、身長も高いですし、ディフェンス能力も高いと、非常に使用感もいいんじゃないかなと思います。次、ボアテング選手ですね。ウイレ2016の PS4 で最強と呼ばれ、2017でもね最強と呼ばれ、で2018でねちょっとスピードと瞬発が落ちたのかな。そうですけど、まだまだねあの強さ健在でございます。はい、この選手、まあ、僕もスタメンでよく使ってるんですけど、まあね、スピード82、瞬発75と他の CB に比べると若干ねあの瞬発が遅い感じはしますけど、全然太刀打ちできますね、オバメヤ選手に。まあ、スルーパスで一発行かれてね、その負けることはありますけど、あの並走になった時もね結構めり込んでいく強さとかはあるんで、やっぱりディフェンスセンス、ボール出して、このヘディングとかフィジカルコンタクト、ここに関して身長も192、まあ、空中戦でも負けず、そして反応のところもねそんなに悪くないかなと思い、今回ね、バーティング選手も選出させていただきました。皆さんのねコメントの方でもぜひ、まあ、こういうセンターバックでもいいんじゃないかなとかいろいろあると思います。なのでぜひコメント欄の方にもね、よろしくお願いします。はい、それ見てね、やはりあコメント欄見て、あこの選手もやっぱいいなとか、今回ね皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしまだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左上のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。